ウォルトディズニーカンパニー、ウォルトディズニースタジオ、ウォルトディズニーアニメーションスタジオウォルトディズニーアニメーション、スタジオは、アメリカ合衆国カリフォルニア州バーバンクに本社を構えるウォルトディズニースタジオのアニメーション、制作主要部門の一つ。ウォルトディズニーモーションピクチャーズグループを構成する一員である。配給は、ウォルトディズニースタジオモーションピクチャーズが行っており、 長編アニメーション映画や短編アニメーション映画、テレビスペシャルなどを制作している。1923年に、ウォルトディズニースタジオの創設と同時に設立され、1937年公開の長編アニメーション映画第一作目となる、白雪姫から現在に至るまで50本を超える長編アニメーション映画を制作している。1923年10月16日、 ウォルトディズニーとロイオーディズニーの共同経営で、スタジオが設立される。1937年、ウォルトディズニーが、ウォルトディズニーアニメーションスタジオにとって、長編アニメーション映画第一作目で世界初のカラー、長編アニメーション映画となった、白雪姫を公開する。1950年、しばらくヒット作品がなかった、ウォルトディズニーアニメーションスタジオは、 白雪姫の2倍の予算を投じ、シンデレラを制作、ディズニー映画史上最高の興行収入を記録する。その後も1950年代に、不思議の国のアリス、ピーターパン、ワンワン物語、眠れる森の美女、101匹ワンちゃんといった作品を成功させ、第一次黄金期を迎える。1966年のウォルトの死後、ウォルトディズニーアニメーションスタジオは低迷したが、 1989年公開のリトル・マーメイド、1990年代に美女と野獣、アラジン、ライオン・キングといった作品を成功させ、ディズニー・ルネサンスと呼ばれる第二次黄金期を迎える。アニメーションの制作手段が手書きから CG に切り替わる最中の2000年代前半はリロスティッチが成功する傍らで、 再び低迷期を迎え制作体制に混乱が見られたが、2006年にピクサーアニメーションスタジオを率いてきたジョン・ラセターがチーフクリエイティブオフィサーに就任して低迷期を抜け出した。カリフォルニア芸術大学でアニメーションを学び、卒業後の数年間、ディズニーの社員だったラセターは1981年公開のキツネと猟犬などに参加しており、約20年ぶりの古巣復帰となった。 ラセターが2006年に公開予定だったルイスと未来泥棒を大幅に作り直させたため2006年は公開される映画がなくなったラセターはピクサーアニメーションスタジオで採用していたフィルムメーカー主導のボトムアップ型の制作体制をウォルトディズニーアニメーションスタジオでも確立したただしラセター曰く彼がトップを務めるウォルトディズニーアニメーションスタジオと ピクサーアニメーションスタジオの共通点は、フィルムメーカー主導の制作体制くらいなもので、差別化はしっかり図られているという。2009年公開の、プリンセスと魔法のキスでは、すでにディズニーを退社していた、リトル・マーメイドや、アラジンのジョン・マスカーとロン・クレメンツ監督を、ラセーターが呼び戻し、彼らが理想とするスタイルを優先させた。それが結果として、 ディズニー・ルネサンスの時代を彷彿させるミュージカルになり、ディズニーが誇るディズニー・プリンセスの11年ぶりの新作となり、ホーム・オン・ザ・レンジ・ニぎやか、農場を救え、以来の手書きスタイルのアニメーションとなった。2010年に発表された、塔の上のラプンツェルも、ラセダーは古き良きディズニーの系譜に連なる路線を選択した。ディズニー・ルネサンスを支えた、作曲家のアラン・メンケンを音楽に寄与した。 また、同じく、ディズニー・ルネサンスの立役者であるグレン・キンを、スーパーバイジング・アニメーターと制作総指揮に起用した。塔の上のラプンツェルはキーインが14年前から温めていたプロジェクトであり、元々の監督も彼の予定であったが、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオとの不和で、プロジェクトから離脱しようとしていたところを、ラセーターが引き止めた。結果的に、 ディズニークラシックを彷彿とさせる王道のプリンセスストーリーを展開させるなど、ディズニーの伝統を重んじた作品に仕上がった。2013年公開のアナと雪の女王では、ラセダーと共にキツネと猟犬に参加し、ディズニールネサンスの時代を知るベテランアニメーターのクリス・バックを監督に起用した。この作品は、全世界での興行成績が10億ドルを突破したのみならず、 アニメーション映画史上最大のヒットを記録した。ありがとうございます。